皆さんこんにちは、おちいらのですと妹です。わーい、めっちゃ久々の Vlog 撮ります。イエーイ。めちゃくちゃ久しぶりやんな。めっちゃ久しぶり。まず見る方会うのが半年ぶりやし、あの前ディズニー行った時ぶりやもん。およそ 300m。 今日はめっちゃ充実した一日にする予定。頑張る。ミルカがあのこっちでバイトしてるから、それ込みやからさ、結局さ仕事をして疲れてさダラダラして終わりやったけど、今回の来てるのはもういっぱい充実させようっていうことで、今日は買い物して美味しい居酒屋行って、でサウナ、カラオケ行ってサウナやな。うん、カラオケ行ってサウナ。めっちゃ充実してない？ちゃんと予定通り行けば。てかな、あのミルカが来てもちゃんとあの行動できひん一番の理由がさ、起きられへんっていうことやねんか。あ、確かに朝ね。そうやねんけど、あのマジククのおかげで起きれる。あー確かに、ククが起こしに来るから、ね、鬱陶しくてほんまに起きる。しかも私最近起きんねん。確かにすんなり起きたな今日。でしょ、寝起き悪くないもん。いやマジでククやばかったで。朝もそうやけど、夜中もずっと、うん、なんか多分自分のフィットする場所がなくて、私の枕の上に来たり、私の足の間に来たりとか、でその度にさ、いちいちさ、なんかあのついでみたいな感じでペロペロ舐めてくんねやんか、顔とか。それでも毎回起きて大変やった。ごめんな。いいよ全然。そういう犬ね。ポー君がおとなしいから。でもポー君はおとなしすぎるね。マジ珍しいよな、うん、あんな静かな犬。超いい子。全然撮るの忘れとった。暑すぎてスタバ買っちゃった。私オーツミルクラテで、ミルクがバニラクリームフラペチーノ。全然デブの飲み物。でもお気持ち程度に無脂肪乳にしてシロップも少なめにしてるから。マジ暑すぎてさ、うん、ちょっとロキソニン飲むの、うん、頭痛い。撮ろうと思っててんけど Vlog、 ルミネとかやったら撮られへんやんか。いろいろ撮れない場所にいたし、うん、仕方ないね。そうミルカの服を買いました。マジでちょっとだけ買ったね。もっと収穫する予定やった。そう、もっと収穫する予定やったのに、なんか全然なかった。賞味ピンときてないみたいなばっかじゃなかった、うん、でもそれは可愛かった。そうだね。なんかシーズンも微妙やからやろな今。確かに。そのさ、お盆でなんかセールとかやってたじゃんみんな。うん、それ終わって別に秋物若干出てくるみたいな時期や。うんうん。そういう時ってね、結局買うもんないんですよ。あんまりにも冬物やとさ、まだ勇気ないやん。え、そう、もうなんかガソリン全然入れたことなくって。ガソリンってあんま入れへんやん。うん、なんか私さ、タイムズカーやからさ、基本的にタイムズカー。あ、そっか、入れんでええもんな。え、そう、あの入れてくれてんねん周りの人が大体、うんうん、さ、なくなった時結構焦ったよね、初めてのガソリンスタンド。あー確かに。てか教習だってさ、なんでさガソリン入れんのさ、教えてくれないのって感じじゃない、うん、私も初めてセルフやった時分からへんくてめっちゃ焦った、うん、天気がいいですね、本当に。なあ、曇りよった方やったのに。さすが晴れ女やわね。さすが。ゆらちゃんのことも沖縄に連れて行ってさ、来月の沖縄絶対晴れにしたい。見るか、ほんま雨やもんな。ほんま雨なんや。私晴れだけのために連れてかれんの。それで、え、だってさ、最近のデートもずっと雨。マジ、うん、旅行も雨やったな。誰かと出かけて雨のことほとんどない。もう雨ないよね、基本的に。私も誕生日沖縄行きたいかもしれん。いいやん、行こう。青山に移動しました。みーの今日の服はかわいい。靴が私のマーチンで、靴下がグッチ。スカート何それ？これはスタイルなんだ。スタイルなんだ。 T シャツは？ T シャツは古着です。古着。バッグは？バッグは、ヘブン、マック・ジェイコブスのヘブンっていう。かわいい。私は靴、カルナムール、デニム、シーン、トップスもシーン、カバン、ミュウミュウです。久々に持ったミュウミュウ。着いた。渡ったらいいね。キルフェボンでケーキ買いました。はーい、タルト。タルト買えたら。なんか決め切らず4つも買った。聞いたりもします。駐車場でね、駐車場でうまく車止められへんくて、お兄さんが助けてくれて、あのやりますよって言ってお兄さんが止めてくれてるの、ね、優しかったね。私だけ乗ってて、お兄さん乗ってきて。
きます。はい、3、2 うわー、キラキラ。写真撮ろう。美味しそう。これが季節のフルーツタルト、桃、いちじく、メロンというラインナップになってます。美味しそうやね、美味しそうやね。なんなんそれ。福様の悪気。じゃ食べよう。ちょっとこのシーンだけカメラの調子が悪くて音が取れてなかったのでアフレコでお送りします。三茶の食堂角ってところに晩ご飯を食べに来ました。ここめっちゃ美味しくてランチがすごい人気みたいで初めてだったので予約していきました。前菜がところてん、なんかおしゃれなところてんが出てきて、お酒は2人とも白桃ジャスミンサワーを頼みました。これめっちゃ美味しかった。なんかさっぱりしてて甘すぎず美味しかったです。でポテトサラダと海ぶどう長芋みたいなやつを最初に注文しました。音声復活しました。シューマイ、なんかここの名物らしくてめっちゃ美味しそうな。めっちゃ大きい、ハートと比べるとこんぐらい美味しそう。2枚目はザクロベリーにしました。ハイボール、ミルか普通のハイボール、うまっ。めっちゃシューマイめっちゃ美味しいよな。お刺身ついた、お塩もついてきた、めっちゃ美味しそう。食べ終わった、めっちゃお腹いっぱい。顔でかく見えへんで、めっちゃお腹いっぱい。三茶の食堂角ってところやってんけど、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。お酒めっちゃうまい。めっちゃ美味しかった。もう美味しかったしか言われへん。ちなみに今日の服っていうか謎にセミナーで、じゃあ謎にさっき家一回帰った時に着替えてん、気分転換に着替えてマイクラシミラールックやねんけど、同じような色のデニムに上白黒で、逆で靴は逆に黒白。黒白歩いて。ミルカは靴がジルサンダーで、デニムが私のシーン、トップスがスタイルナンダで、カバンがサンセルフってところ。でれーん。ゆらはこういう感じに説明していいの？こんな感じ。トップスがシーンで、デニムがシーン、靴がザラミーミー。こっちのトートバッグ、サウナバッグはティティのノベルティーです。はい、ハト、ハト、あ、やんなきゃ、やんなきゃ。え、やった、撮れた。でも写真撮りたいんやろこれ。なんだ変なの。写真撮りたい。今からカラオケ向かう。もうミルクが東京来たら絶対カラオケ行くの2人で。いや、そうだよ。いや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 。銀座の方来ました。どんだけ遊ぶね。ほんまそれ。夜遊びやろ普通に。夜遊びサウナってキモくない？個室サウナ。今から銀座に新しくできて気になってた個室サウナ行く。イエーイ、めっちゃ楽しみで。ミルカは別にサウナ好きちゃうけど、いや何回も挑戦してるからな、今回こそ好きになれる。その可能性を信じて。でもめっちゃ綺麗で、しかも空いてて超穴場のサウナ。なんか個室サウナ知ってるとこマジ高いねんけどさ、安いし、めっちゃいい。うん、いつも2人でカラオケ行ったら締めにエンドレスダンス歌う。声がね似すぎてて、ほんまどっちの声か分からない。どっちの声か分からない。自分で歌って分からない。うん、2時間、2時間サウナ、え、なぎー。2時間です。別にサウナ好きじゃない人からしたら2時間、ま、謎の時間。でも私2時間でさ、2人でさ4000円ってことでしょ。じゃあ2人で8000円。え、だからさ1人さ2時間で4000円ってこと。うん、え、安くない？そう、めっちゃ安い。カラオケくらいの値段やん。そう、
だからみんな内緒でお願いします。混んだら嫌なんで。マジでマジで混んだら嫌やし、値上げするのも嫌やから、マジでみんな内緒でお願いします。ここやで、私が舞台やつ。すごい。てってれーん。逆行鎖活します。ラグジュアリーじゃない、ラグジュアリーなんです。高級感エグい。階段とかカーペットやな。うん、すごい。無人ルーリーをアルマ通りやって。あ、そう、これは一人一部屋に2個持っていけんねん。持っていこう、これに入れて。めっちゃすごいねんけど。私の部屋はこのはるかっていう部屋。しちゃう。やば。え、やば。めっちゃ綺麗やねんけど。さすが出来たて。これがサウナ。待って。エグいってどれ。これ水風呂。やばい。フットナイザーだよ。お前、そう書いてあった、それも。やばい。イエーイ。しかも飲食の持ち込みも自由やから、お水買ってきた外で。やばい、めっちゃ綺麗。整います。マジでやばい、最高すぎる。もう今2セット目終わった。更新出るけど、みめっちゃ最高じゃない。気持ちいい、普通に人目がないからめっちゃリラックスできる。そう、そう。しかも音楽、自分の好きなのかけれるのがマジでいい。ね、YouTube とか。しかも温度が、個室サウナって結構低いとこ多いって聞いてたんやけど、マジ95度、やばい。私普通、うまい。真っ赤っか。はい、さっぱりしました。マジ気持ちよかった。ここ最近めっちゃサウナ行ってたけど、ここ最近で一番整った。やっぱリラックスで大事やわ。